ございます。ナイツの土屋です。おはようございます。ナイツの花輪です。大相撲ですごい記録が誕生しましたね。はい。新小結の大の里が幕下付け出しでは史上最速初土俵から7場所目で初優勝ということでね。うん、まあこれを NHK のニュースで見たときに思いましたね。これ本当に史上最速なのかなってね。疑ってんの？はい、信じられないんでね。え？ちょっと僕これまでの全ての力士が初優勝にどれだけかかったのか寝ずに調べたんですよ。そうなの？はい。で、どうだったんですか？この大の里が史上最速でした。無駄な時間だったな。はい。いや、そりゃそうでしょ。NHK のニュースで言ってんだから。で、それまでの最速記録が元横綱輪島の15場所だそうなんですね。うん。で、これ大幅な更新ですね。ねえ。それを聞いて思ったんですよね。これ、輪島の15場所がそれまでの最速記録って本当なのかな？また疑ったの？はい。で、全力士の初優勝、もう一晩寝ずに調べてみたんですけど、うん、その結果ですね、うん、そうでしたね。でしょうね。いや、一回目調べた時に分かんなかったそれ。ヤホーで調べたんですけどね。うん、ヤフー画面からヤホーで検索しましたけど、ね。一回本家のヤフー経由してるんだ。それも二度手間だな。実はGoogle からもいけるんですけど、ね。どうでもいいよ、そんなのは。何を言ってんすかね。いや、それはいいんですけど、一体いつ入ってくるのかな。はい、何がですか？え？だって予定ではそろそろ楽器が電話で入ってくる。入ってくるわけねえだろうな。星野源のオールナイト日本じゃないんだよ。あなた星野源さんじゃないでしょ？え？僕、星野源じゃないの？ないのよ。じゃないのよ。気づかなかったんだよ。いや、星野源さんのね、ラジオ番組に今週の荒垣結衣さん電話出演して話題になりましたけどね。本人たちの口から憶測がデマだと聞けて安心しましたよね。まあ、そうだ、せっかくなんで、うん、楽器への質問でも募集しますか？なんでだよな、うん。いや、向こうではやってたけどね、それ。うん、楽器への質問届いて、それ誰が答えるんだよね。え？あなた楽器じゃないの？そんなわけねえだろうな。今まで星野源ガッキーのつもりで喋ってたのこれ。これ、夫婦漫才じゃないの？違うわ。なんであの二人が大野里の漫才やるんだよ、お前。僕らって、あのちゃんと粗品でもないの？でもないよ。その熱愛疑惑出たらしいけども。うん、僕、あのちゃんじゃないんだ。違うんだよ。自分のこと僕って言ってるけど。共通点そこだけだよな。違うの？そこだけしか違わない。まあ、そっから ね、今週大きなニュースといえばトランプ前大統領じゃないですかね。うん。大統領経験者として初めて有罪評決を下されたということですけど、まあ、今年は大統領選が控えてますから、トランプさんね、今どんな心境なんですか？あれ、ここでトランプさん入ってくるんじゃなかったでしたっけ？入ってこないよな、トランプなんでだよ。もしかしてこの番組バイデンのチャキチャキ大放送じゃない？違うし、そうだとしてもトランプさん出ないだろう。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。6月1日土曜日朝9時になりました。おはようございます。ナイツの土屋信之です。おはようございます。ナイツ花輪信之です。皆さんおはようございます。 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905 AM954 の TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。朝9時からお昼の12時45分まで3時間45分の生放送です。 TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される福島県二本松市の伊藤精工発電所と三重県四日市の LS 三重四日市発電所で作られた電気でお届けしています。はい、よろしくお願いいたします。こういう漫才好きだな。はい、あ、そうですか。うん、ファンタジーな、ちょっとファンタジーですよ。もう漫才ですね。うん、そうですね。トランプ星野源じゃないのって自分のどういうことなの？どういうことなの？なんで星野源だと思ってて、初め大野里のやつとかヤホーとかって言ってんのかな。意味わかんない。意味わかんないけど面白いよね。バイデンのチャキチャキ大放送。バイデンのチャキチャキ大放送だよ。面白いよな。トランプさん乱入してね、おいっつってね処理できないですよ、ね、処理できないですよ。我々の力量ではないですよ。おーいとかつってバイデン、日本放送と TBS みたいなことなんですか、民主党と共和党って。わかんない。そういうことですかね二大政党。あ、じゃあトランプさんは TBS で番組持ってんの？うん、トランプさんは TBS でTBS で You are fired って思ってるじゃないですか。垣根越えてくるのかな。ねえ、すごいね、ニュースいろいろありましたけどね。はい、ね、大野里すごいですね。ねえ、うん、めっちゃ強いよね大野里。本当混戦だったもんね、その先週のこの段階では。そうだよね、7場所ってすごいよな、
付け出しって何ですか、幕下付け出しって何ですか。あ、だから、まあ、学生横綱とか、はい、タイトルを取ったら、うん、もう序の口から入っても、もうそのレベルが高いから。本当は序の口からスタートか。スタートしなきゃいけないんですけど、だからこの前優勝した武富士は序の口から、まあ、それでもすごい早かったんですけど、で、付け出し、タイトルを持ってない人はその序の口からやんなきゃいけないんだけど、はい、ただ、最近はもう準優勝とかでも、うん、幕下のその下の、3段目付け出しとかそういうのもあるんだけど、うんうんうん、まあこの大野さんとの場合はもう、うん、幕下付け出し、はい、幕下付け出しで、だから幕下15枚目ぐらいの格に なるんですよ、うん、だからこのそこで優勝しても次の場所は幕下筆頭までしかいけないの、うんうん、幕下の中にも番付があるでしょ、はい、うん、だから1回2回やって十両行って、うん、で十両で2回ぐらいでやって4場所目5場所目ぐらいで幕内に入って、で今回3場所目だから、もう本当に早すぎる、飛び級飛び級、その付け出しじゃなかったら何場所かかるの、何場所かかるから序の口序二段三段目全部勝ってって、うん、何場所かかるんだろうね、やっぱ15場所ぐらいかかるんじゃないの、全然違うんだそんなにね、付け出しだそのぐらい、うん、あるんじゃないかな、で期待通りの活躍っていうか、もうそれを超える活躍だったっ、ね、あと横綱とかね、うん、ちょっと照ノ富士もいなかったりとか、そういうのももちろんあると思うんだけどね、1敗2敗で優勝っていうのはね、でも先場所も優勝争いしてたわけだもんね、そう、うん、相当だからちょっと強いよね、そうです、千秋楽の取り組みも割とあっさり決まったというか、うん、早かったですよね、うん、早かったですね、うん、なんか阿炎もね本当強いんですけどね、まともにやったらもう誰も勝てないみたいな感じぐらい強かったですよね、あ、でも違うんだね、やっぱあの強いよ本当に、うん、水ダウの大鶴肥満みたいな、やっぱなんか大鶴肥満もやっぱりもうあの最初のだから前回の時からすごかったもんね、うん、大鶴肥満ってもうあの初めて出た時にもうあの相手を押し出した後に、うん、なんか自分の手見てね、うん、俺こんな力があったのかみたいな感じになってあの人造人間されたばっかのそうそうそうか瞬間みたいな、俺がやったのかこれみたいな、あの表情が忘れられないもんね、大野里でも、うん、大鶴肥満3人かかっても勝てないと思うよ、あ、え、大鶴肥満が3人多分分かんない、まあ、2人ぐらい、まあ、3人だったら勝てるかな、体格的には大鶴肥満と大野里って体格身長はもう全然大野里、いや、まあ、どうなんだろうな、大鶴肥満ハゲてるからないや、それで分かんなくはならないよ別に、分かんないんだよ、ハゲてるからさ、あいつ、それで、おいちょ言えないから、おいちょ言えないから一生おつり、まあ、今から考えても比べるのが狂ってこないよ、別にだからあの、やっぱりなんだろう、横綱に なってほしいですよね、うそうですね、うん、そうするとやっぱ盛り上がりますよね、うん、お相撲って ね、うん、横綱が本当に強い時って一番面白いからね、あれでしょ、大いちょ言えないまま大関になったらもうすごい前代未聞だって、こんなの今までいないよね、まだやっぱ年内は言えないって言ってたね、押すんじゃないの髪生えるわかんねえ、プロペシアとか伸ばした方がいいんじゃない、いや問題になるのかな、筋肉押したら嫌じゃん、それでなんかわかんないけど、だから女性ホルモンそうそう強めになってきたら嫌じゃん、強くなってきておっぱいさ出てくるみたいなね、ちょっと言ってないからまだこう幼さもあって、それがなんか女性から見てもなんかこう、あ、そう、うん、素敵、新鮮だし、うん、そうだよね、うん、まあ巨人もちょっと調子いいですね、うん、交流戦に入って、うん、この前土曜日、あ、違う、今日土曜日か、うん、昨日って金曜日、うん、金曜日です、昨日、あ、昨日か、毎週土曜日、昨日の、うん、あ、一昨日か、木曜日の夜に元木さん、元木大輔さんとちょっと YouTube の撮影を、元木さんの、まあ、YouTube 作ってる会社で、うん、やろうっつって行ったんだけど、うん、まあ、6時ぐらいに行って試合が始まって、うんうん、まあ、YouTube やりたいんだけど試合見たいじゃない、うん、で試合見てたんだよ、うん、そしたらまあ4対0あ5対0とかなっちゃったから、元木さんもちょっと今日ソフトバンクだなとかつってじゃあ始めようかみたいな感じでリードされてね、まあ、ちょっと今の打線だとこ厳しいねとかつって、うん、で始めてたんですよ、うん、で、まあ、俺のやつからじゃあ先にやりましょうかつって、うん、元木さんのこう人生振り返るみたいな感じで、うん、小学校の時はどんな感じだったんですかって、とにかくお父さんが厳しくて、うん、まあ、兄と父にやっぱ影響を受けて、うん、でもう毎日のようにあのカラーバットを家で振らされて、ピンポン玉で、うん、亀田三兄弟みたいな、それで変化球も、まあ、打てるようになってみたいな、ずっと
でも小野木さんもなんかすごい楽しそうに喋ってくれたんだけどさ、うん、なんかもう向こうでおーとかってなんか盛り上がって気になっちゃいますよね。ついてんだ。ついてんの。ついてんの。で俺の角度から見えんの。へー。元木さんはこうハスになってるからこっち見えないのね。で俺もなんかチラチラしてできないね。それはね。見てみんなったらさ、なんかいつの間にか5対4とかなんか なってて、追い上げてきて、なんか なってるから、うん、ちょっとそっち見たいなみたいな。熱弁してくださってるのに元木さんが元木さんもちょっと一回これ止めた方がいいんじゃないかです。消した方がいいよ絶対。なんで見えるところでついてる。見たら6対5で逆転して、逆転して、うん、でその時に元木さんはあこれはでかいよと、うんうん、これはあるよ交流戦優勝って言ってた。この一勝は大きいと、うん、全然違うよこれチームの雰囲気って、まあ、そこからまた昨日も勝ったし、って言ってた。ソフトバンクってめちゃくちゃ強いでしょ今だって。ソフトバンクめちゃくちゃ強いけど、うん、ロッテが今一番強いのよ。あ、ロッテの方が上なの。ロッテが今10連勝してんの。引き分け挟んで14試合 1回も負けてないの。次巨人とやるじゃん。巨人とやるの来週ね。巨人あのロッテをどこも止められないわけで、阪神が止めそうになったら、うん、昨日もマリンでサヨナラ勝ちして、うん、でそのロッテに3連敗してるのよソフトバンク直前に、うん、それであんまいい状態じゃなくて巨人と当たってるからソフトバンクも勢いはちょっと下がっちゃって、しかも柳田選手が怪我をされちゃったから、ね、しましたね、あ、柳田さん怪我しちゃった、怪我しちゃって、ね、あの一回やってる、うん、あそこ肉離れで、前回は9ヶ月かかったんだけど、うん、今最低でも3ヶ月かかるって言われてるから、柳田さん、うん、馬主になったんだよね、そうなの、そうなんですか、うん、今週ぐらいデビューするかもしれない。結構割と早めに1頭出るかもしれないですけど、今年デビューする2歳馬を2頭ぐらい持ってる、柳田さんが、うん、個人ですか。そう、それは知らないよ。名前あ、そう、知らなかった。なんて名前なんだろう、大間さん。なんて名前なんだろう、ギータなんとかなんですね。いや、全然ギータなんとかじゃない。なかった。うん。国母ブライアンとか国母ブライアン、いいね。国母ブライアン、いいね、なんか。よくねえだろ。なんとか。ブライアントみたいな。なんか似合うな。国母ブライアン似合う。いや、そう、だから、あのソフトバンクもちょっと下がってるんだけど、ロッテが、すごい強いっていうのは面白いよね、うん、吉井監督でロッテのやり方はバレンタイン監督と同じで、うん、もう日替わり、毎日体調がいいやつを出すっていう。あ、スタメン違うんだもん、はい、いつも。でそれがいいっていう時と、うん、もう分かれるじゃん。阪神は、うん、固定で、うん、去年圧倒的に、ね、でも今年固定にしちゃって、うん、やっぱり中野選手、木浪選手で、うん、去年活躍した佐藤輝明さんもう二軍落ちちゃってますから今。あら、だから固定じゃない方がいいのかが、まあ、俺はもう素人だから分かんないんだけど、まあ、でも元木さんはもうずっと話してて面白かったんだけど、そのスタッフが元木さんのことを全くリスペクトしてないのよ。それが面白くて、で俺なんかがやっぱり、うん、俺はリスペクトしてるから、うん、でその終わった後も野球見てて、俺今でも俺はまあ元木さんと野球を一緒に見れてること自体すごい幸せですよ、うん、また聞いたお前。俺ヘッドコーチやってたからね。そうですよね。あのヘキサゴンの人だと思ってる。あ、そんな感じの人なの？周りのスタッフさん、周り若い、ね、長い男の子だから。あ、そうなんだ。僕はちょっと分かんない、ヘキサゴン仲いいんだね。ヘキサゴンでしか、はい、見たことないんで。気さくですからね、元木さんね。そうん、現役時代の凄さとか、うん、ヘッドコーチの凄さ、そうそれ知らないんだね、うん、面白かった。なんか元木さんのさ、うん、あの企画がさ、うん、その前回ラミレスでやった企画なんだけど、うん、巨人のベストナインをドラフトで決めるっていうのを やるらしいの、うん、それで前回ラミレスでやって、お互いが好きな投手とかっつって、うん、ベストナインをね、でピッチャーだったら斎藤正樹とかでやるんだけど、2回目も俺でやるじゃん、うん、でそれこの企画いいでしょって言うんだけどさ、元木さん毎回一緒じゃん、だってそれ。あ、まあそうだね、うん、だからもうつまんないじゃん見てる人、毎回同じ人を選ぶって。あなたのやつを出すだけじゃないんだ、元木さんもやるのよ。でこれだからラミレスでもやったんですよね、やったって、うんうん、同じ選手、はい、同じ選手。誰が面白いっすよ。毎回元木さん同じやつになっちゃうから、花さんに教えたいんじゃない、それを。でもう視聴者はもう毎回。いや面白くないでしょそれ。花さんだけに伝えたいんじゃない。絶対この企画行き詰まりますよって、そのうち。だからいろんな球団でやった方がいいですよとかって言ったら、うん、あ、そうか、まあそうだね、ありがとうとかって言ってたけどね。
あ、ちなみに、なんか馬の名前は。そうなんですよ。柳田選手の馬の名前来ました。アクアプローバ。うん。セイフーサツキ。あ、そう、セイフーサツキは知ってた。なんか、ゴッドバレーとか。関係あれないんだね。なんかあるのかな。関係ない。セイフーとか関係ない。柳田さんの周りにいない。そういう。柳田さんってセイフーって、セイフーってあの、池谷、池谷さんじゃないの。池谷さんの高校じゃなかったっけ。セイフあ、ゴッドバレー、神の谷、神谷さんとか。神谷さん。あ、なんかそういうのあるかもしれないね。なんか。うん、意味があるのかもしれない。ブリヂストンみたいな、なんか意味あるのかもしれない。石橋みたいなね。みたいなね。ああ、いや、そっか、東海、じゃあ、どう、あれか、巨人対ロッテ。巨人対ロッテは最高に面白いと思いますよ。巨人対ロッテ、行きませんかって。誰から来たの？そう。北海道芸人のヤスと横澤さんから来たんで、あの漫才協会入った。なんか、好きみたいで。あ、そうなんだ。ロッテ。ロッテがファンなの？いや、巨人だと思う、多分。行きたいって言って来たんだけど、消し坂入れちゃって。消し坂消し坂入れちゃってって。外せるだろ。いや、もうそれで断っちゃった。もう消し坂入れ。いろんな人に別に迷惑かけるわけじゃないんだから。自分が決断すればいいだけだしね。いや、もうその日はちょっと、まあ、ブロックしてたんですね。だったら俺に言えよ、やってる、小沢さんも。そうだね。なんか先週火曜日、私もヤクルト対ロッテの試合見に行ったんですよ。おー、開幕戦神宮、はい、すごい。雨で、結構もう中止になるかもって感じでしたけど、ロッテのスタンドだけやっぱファンがもうみっちり、これどっちのホームだっけっていうぐらい、今だからファンの皆さんも熱いですね。ロッテファンはすごいよね。好きになっちゃうとね、一回行ったら。そうそう、応援がね、応援楽しそうでした。マネージャーさんのね、夫婦もすごいね。あ、これね、分かりました。何ですか。あの、広島の出身じゃないですか。あ、柳田さんが昔子供の頃ね、西風さつきが丘少年野球クラブ。すごい。おそらくそうだと思いますけど。そうですよ、絶対そうでしょ。ほぼ西風さつき、そこまで調べたも絶対そうです。そうだと思いますけど、なんか刑事みたいですね。面白い。さ、すごい推理。よく分かったな。じゃあ、アクアプローバー。本来ウィキペディアって警察しか見ちゃいけない。俺思ってんね。警察スーパー個人情報じゃん。そうですね。そうでしょ。インターネットって警察しか持っちゃいけないんだよ。俺いつもこういう時に思うよ。そんなことすぐバレるじゃん。いや、本当そうよ。いや、俺は別にバレても良いし、別にね。少年野球チームの名前をつけてたんです。いいですね。ギリがたいですね。まあでも怪我早く治ってほしいよ。あと台湾に行ってきた話もね。ああ、デミズさんがね。ありました。もうすっかり毎日プール行ってたら真っ黒になってしまって。ないじゃん。本当ですか。プールで、もうね、33度ぐらいで、湿度ももうムシムシしているので、一足早く夏が来ております。楽しかったでしょ。楽しかったですよ。やっぱ旅いいですね。いいね。ちょっとあの、はしゃぎすぎて鼻声ですけど、すいません。はしゃぎすぎてどういうこと。はしゃぎすぎて鼻声ですか。プールではしゃぎすぎて。そうそうそう、ね、ちょっと鼻声になっちゃいましたけど、気持ちはリフレッシュしてきました。よかったよかった。はい、ありがとうございます。さあ、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチェキチェキ大放送、今日のメッセージテーマの発表、テーマは下積み時代の話。うん、TBS のラビットで、はい、我々が下積み時代のグルメを紹介した昨日金曜日放送でした ね。されてた。美味しそうでした。うん、しかも二人の貴重な食レポが聞けて楽しい。食レポ、ちょうどなんか家を、ね、出なきゃいけなかったから、ちょっと見たかったんだけど。そうですか。昨日ね、朝、うん、馬方。あそこ見てなかったな、俺も。いや、なんか「ラビット!」は今日やるんだと思ってつけたら、なんかずっと消しゴムの匂い当てるやつやってて、これなんだこれと思ったら、「ラビット!」のね、オープニング長いから。長えなと思って、始まんねえじゃん。馬方はオンエアされて、馬方もそうですし、土屋みもちゃんと流れておりました。見ました。土屋みオンエアされた、決め台詞が。ありがとうございます。ぜひまだ今 TVer で見られますので、 TVer で見てください。昨日の「ラビット!」はい、だからテーマ下積み時代の話。例えば不適切な時代、遅刻したわけでもないのに先輩を少し待たせただけで靴が飛んできた、うん、はい、これ実話です、はい、とか失敗するたびにトイレで泣いてたら幽霊騒ぎになりました、うん、など、お母
さんに、お母さんに言いたいこと、じゃあね、下積み時代のね、お話、ぜひ送ってください、はい、文章ではなく電話でという方は、チャキテレにもご応募ください、はい、メッセージの宛先、電話の方は0335821111、0335821111、ファックスの方は0355620954、0355620954、メールの方はchaki@tbs.co.jp、chaki@tbs.co.jp までお送りください、はい、お名前、電話番号、住所などを添えて送ってくださいね。メールを紹介した方に番組のステッカーをプレゼントします、はい、下積み時代の話、はい、お待ちしてます。はい、ではナイツのチャキチャキ大放送、今日のメニューの紹介です。9時25分頃からは今週起きたニュースを常連さんと振り返るコーナー、常連さんに聞いてみよう。今日の常連さんは榎木戸一郎さんが登場です、はい、そして11時からのゲストコーナー、東京よもやま話は、今日は日本テレビを辞めてフリーになったアナウンサーの上重さんが登場、嬉しいですね、上重さん、上重さん、ゲストコーナーです。そして11時30分頃からは我々と直接電話で話をするチャキチャキテレフォン、聞いて聞いて、ボーナスまで貧乏生活な私におすすめのグルメを教えてとか、春ドラマもクライマックスへ、ドラマ考察トークをしたいなど、我々に直接話したいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えて、チャキアットマーク tbs.co.jp まで送ってください、はい、12時30分頃からは初心者歓迎真っ昼間大喜利です。今日のお題は1分遅刻しただけでめちゃくちゃ怒られた、3時間遅れたらどうなるです。お願いします、はい、さあ今日のナイツのチャキチャキ大放送も、福島県二本松市の伊藤精工発電所と三重県四日市の霊弁ソーラー三重四日市発電所で作られた電気でお届けしていますが、オープニングの漫才、オープニングトーク、ゲストコーナーなどはポッドキャストでも配信中です。各プラットフォームでお楽しみください、はい、でそして10時からは富山入りの東京チャキチャキリポート、 TBS の富山入りアナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートします、今週はどこに行ってるんでしょうか、呼んでみましょう。富山さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、JR の高円寺駅にやってまいりました。高円寺、はい、そう、高円寺、いいですよね、高円寺、いいですね、いいですね。あのね、今はね、北口の駅前の広場みたいなところに今いるんですけど、はい、ちょっとね、早く着いたからね、周りを歩いてみたの、そしたら本当にいいところですね。あの北口には純情商店街、なんかいいよね、南口にはパル商店街ってあってね、で周りにはさ、あの昔ながらのお肉屋さんとか八百屋さんとかがあったりね、あとあの北口の方見てた銭湯もあるのね、小杉湯さんっていう銭湯が8時から土日はやってて、普段は3時半からみたいなんですけど、夜中の1時半ぐらいまでやってて、でね、朝ね、もうね、あの古屋さんいっぱい、あの靴箱あるでしょ、はいはい、あのほら、あの板でさ、開けるような木札でね、そう、木札、木札、木札、もう結構いっぱいで、なんか5枚ぐらいしかあと残ってないみたいな感じで、結構いっぱいいっぱいなの。でね、前にはね、あの、小杉湯の方たちとマラソンする人たちとか集まってたり、結構だから、この高円寺の、なんていうんだろう、住んでる人たちとか、とっても仲がいいんだなと思った。そうなんだ。いい街ですね。なんか、住んだらね、芸人もいっぱい住んでてね、みんな仲良くね、そうそう、いい人たちとね、仲良くなりたいなと思いましたけど、あの、いい人たちって言うと悪いけどね、あの、高架下にはね、買うお店があったり、すごくいいよ。それで今ちょっと今日、今日が陰ってきましたけど、先ほど日が照っててね、もう20度ぐらいになってるんですけれども、あの服装も皆さん、あの T シャツでね、もう今日は半袖、あれ、もしもし、はい、半袖、はい、半袖着ててね、いい気候ですよ。でも25度ぐらいまで今日はね、上がるっていうことなんで、そう、あったかいですよ。日が照るとね、ちょっとまたあったかい、はい、あのまた首の後ろに注意っていう感じなんですけどね、はい、暑くなっちゃうから、富山さん、首の後ろちょっと弱点だから、そうそうそう、そうなの、弱点なの、危ないから、本当に。あの秋台もありましたね、高円寺。え、高円寺にもあるんですか、秋台。そうだから、カラスがなんかちょっと近く飛んでたから、あの野菜とか食べちゃダメよって注意してきましたけど、さすがです。はいはいはい、カラスの喋りそう、ね、あ、今電車がね、来ましたね、ここね、そう、電車の音もね、いい、そう、バスもね、バスロータリーがあるから、バスもさっきからすごく行き来してますけど、今日、6月になりましたよね、はい、そうですね、今日から6月だ、はい、はい、そうなんです。6月1日って何の日でしょうか。えー、なんかまた語呂合わせでしょ。眠い
ねえ、またって言わないでください。語呂合わせでしょ、うん、語呂合わせじゃないんですよ。え、語呂合わせじゃないの。そう、何かが起こった日ってことか。じゃあそうなんですよ、何かの日っていうのはいろんな日があるんですけど、今日はねちょっとね高円寺にまつわる答え言っちゃうかな。高円寺には全あまつわるっていうかね、うん、そうね、だから来たんですけど、うん、やっぱり高円寺中央線のなんかあれじゃないですか。あー、うん、電車じゃないんですよ。電車はないんだ。あの、ね、高円寺建立の日高円寺ってことね。寺があってことだね。そうだ、建立の日あの、ね、ちょっと無理やり作らないように、そうだとか言って、あのね、いいお天気って話しましたけど、今日気象の日。そうなんだ。はい。いろいろあるんですけどね、今日はね、気象の日に注目していきました。で、なんで高円寺なんだ。気象記念日っていう、あのね、高円寺に天気にまつわる場所があるんですよ。俺それ知らないわ。なんだろう。そうなの。あーってもしかしたらでも言うかも、十時台に行ったら。本当に？もしかしたらご存知かもしれません。そう、あの1875年明治8年6月1日に日本で初めて気象台の、東京気象台、今の気象庁が設置されたっていうことを記念して、1942年昭和17年にね記念日になったんですね。で勉強になるな。そうでしょ、うん、私も勉強になってんの、毎週毎週勉強になってる、うん、そうそう、うん、いつもほらいろいろ調べるからさ、はい、そう、それで高円寺に天気にまつわる場所があるって言いましたけど、うん、そこにいる方がね、うん、すごく興味深い経歴をお持ちのようで、そうなんですよ。その人を深掘りするとね、さらに面白かったんで、ちょっと今日はねその方にお話を伺いに行こうかなと思います。そうですか。花輪さんもねきっとね、うん、あっってなると思います。そうなんですかって。僕も知ってる人ってこと、うん、うん、多分知らないと思うけど。あ、そうなんだ。でもみんなへーってなると思います、聞いてる人みんながへーって楽しみな10時ですね。そしてすぐにね行きたくなると思いますよ、そこに。そうですか。あ、気になるな、はい、待てないし、はい、楽しみにしててください、はい、お願いします。じゃあちょっと先にお伝えしましょうか。はい、お願いします10時まで待っててください。はい、はい、後ほどお願いします。10時の中継よろしくお願いします。それでは土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時45分までお楽しみに。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。はい、そこみちよです。トリセン週末ショッピング情報です。安心と新鮮さが決めて、恒例特ダネ市、さらに初夏のごちそうメニューが満載、アジサイ祭り同時開催中。安全です、新鮮です、トリセン。兄さん、姉さん、父さん、母さん、キッコーナー。ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。兄さん、姉さん、父さん、母さん、キッコーナー。ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。キコーナー。パチンコ&スロット。キコーナー。かわいいなー。この子のためにも子供部屋作りたいな。場所は実家近くの浦和川口エリアで。ママ、マイホームのために頑張るからね。住まいをナビする、ナビホーム。パパも頑張ります。時刻は9時28分です。ここでネクスコ東日本がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井弘子さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。高速道路は圏央道の内回り、八王子城跡トンネル、乗用車故障車の影響、10キロ1時間20分です。また中央道の交わる下り日野バス停15キロ、東名高速の下り大和トンネル9キロ、どちらも40分前後。常磐道の下り三郷トンネルは乗用車の事故、2車線が規制されています。首都高三郷線の可平あたりから混んで、合わせて8キロ、1時間10分。京葉道路の下り幕張は、大型トラックの故障車の影響、6キロ40分。警視庁から以上です。警視庁の薄井弘子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分ごろお伝えします。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。圏央道坂東インターチェンジと牛久網インターチェンジの区間では
工事のため6月3日月曜日から6月5日水曜日までの3日間、夜8時から翌朝5時にかけて内回り外回りともに通行止めとなります。それに伴い圏央道坂東パーキングエリア内回りは6月3日月曜日から6月5日水曜日までの3日間、夜7時から翌朝5時にかけて閉鎖します。天候により予備日に延期となる場合がありますので、最新の情報は道路交通情報サイトドラトラやネクスコ東日本関東支社の X 旧 Twitter でご確認ください。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。ネクスコ東日本からのお知らせでした。 TBS ラジオ交通情報、この番組はネクスコ東日本がお送りしました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここで牛乳石鹸からのお知らせです。赤いパッケージでおなじみの牛乳石鹸カウブランド赤箱は皆様に愛され続けて今年で96年。牛乳石鹸調べで20代女性の赤箱ユーザーのうちおよそ 52% の方が赤箱を洗顔に使っているとのこと。きめ細やかな泡でしっとりすべすべ、肌当たりの良い仕上がりが話題です。そんな牛乳石鹸からイベントのご案内です。6月2日日曜日、二子玉川ライズガレリアにてリンネル心地よい暮らしフェスタ2024、そして6月15日土曜日、六本木ヒルズにてスイート夏祭り2024、この2つのイベントに牛乳石鹸がブース出展いたします。ご来場いただいた方には先着でカウブランド赤箱や泡立てネットなどをプレゼントいたします。詳しくはイベントのホームページを検索してみてくださいね。あなたも赤箱洗顔デビューしてみませんか。牛乳石鹸からのお知らせでした。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。お昼11時半頃からはチャキチャキテレフォン聞いて聞いて、僕たちナイツに喋りたいことがある人を募集中。花輪さんと土屋さんと、うん、ぜひジェニーさんにもお聞きしたくて、はい、何半額のお弁当なんでそればっかり聞きたいんだなんでそればっかり聞きたいんだよ。どういう趣味なの。どういう趣味の人なの。あ、本当に買いますよ。普通に一番本当は誰に聞きたい。誰。そうだな、僕あの氷室京介さんに聞いてみたいんです。聞いてみたい。それはちょっとできるだけ面白いトークをお願いします。ハードル上げないでください。懸命にチャキテレと書いてチャキアットマーク TBS.CO.JP まで。常連さんに聞いてみよう。この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは1週間を雑談で振り返る常連さんに聞いてみようのお時間です。今日の常連さん、えのきど一郎さんです。おはようございます。どうもおはようございます。よろしくお願いします。はい、もう6月ですね。6月です。6月ですねって言った後あんまり続く言葉がないですけど、まあ6月ですよね。本当にね、もうね、町田サッカーのね、はい、あの強いですね。そうですよ。もう今日これからあの、午後は、アルビレックス新潟戦なんで、町田に行くんですよ。天空の城って呼ばれてるんですけどね。天空の城上の方にあるわけ。ものすごくだから、ちょっと行ってみたい。道がね、あまり整備されてないので、歩くと大変なことになったり、あと帰りにバスがなかなか来ないんで、あ、そうなんですか。とか、この辺開幕のガンバ戦とか、ガンバの人がまだガンバサポーターがまだいるんじゃないかって。降りてこれないんじゃないかって。まだ、一回登ったら降りてこれない。そう簡単には、あれね。そんなに大変な。選手もだってそこで試合するわけですもんね。まあね。選手は選手バス、チームバスがあるからいいけど、サポーターは、だいぶいろんな、ここまでいろんなサポーターが行ってると思うんですけど、あそこで生息してるって言われて
いるんですけどね。もうちょっと行ってみたくなりましたね。いろんな球場スタジアム行ってるでしょうから。面白いな。木戸さんって全国結構大きいスタジアム町田の。まあいやまあまあ中ぐらいなんですけど、でもあのもうなんか J1 やる感じではないんですよ、道の整備がね。これはもうクラブがゼルビアがどうにかできることじゃないじゃないですか。道の整備って。だからちょっとまあねそういうこともあるんですけど。なるほどね。いやーでも強いっす、ね、ゼルビア強いっす、すごい勢いですよ、はい、面白い今、ねはい、さあということで、はい、えのきどさんと1週間主な出来事を振り返ってまいります。まずは日曜日です。3歳馬の日本一を決める競馬の祭典日本ダービーが行われ、内から抜け出した9番人気のダノンデサイルが1着でゴールインしました。騎乗していた横山典弘騎手は56歳、 JRA の G1 最年長勝利記録を更新しました。のりさん、うん、さあ同じく日曜日です。大相撲夏場所の千秋楽、単独トップの新小結大の里が関脇阿炎に押し出しで勝利し、12勝3敗で初優勝を飾りました。初土俵から7場所目の優勝は横綱輪島の15場所を大きく塗り替える史上最速の快挙です。優勝後のインタビューで大の里は、地元に帰ったら何をしたいとの問いかけに、ゆっくりする時間はないと思いますけどチャンピオンカレーが食べたいですいいな、エルカツに福神漬けをお椀半分までいっぱい入れて、うん、地元金沢の名物チャンピオンカレーを食べたいと語りました。チャンピオンカレー、うん、月曜日です。蓮舫参議院議員は7月7日に投票開票される東京都知事選挙に立候補すると表明しました。会見した蓮舫氏は小池都政をリセットすると宣言。小池都知事はまだ出馬を表明していませんが、3期目を目指して立候補する意向を固めているとみられます。都知事選には他にも20人以上が立候補を表明しています。水曜日です。前日からスタートしたプロ野球の交流戦、日本ハムの新庄監督がこの日試合前のメンバー表交換に対戦相手の古巣阪神の縦島ユニフォーム姿で登場、ファンを沸かせました。ただ新庄監督は日本野球機構側からあと1回やったら退場と注意を受けたということです。子供だよね、子供です、あと1回やったら退場と言われたということですね。試合は日本ハムが8対2で勝利しています。水曜日です。JR 東日本や西武鉄道など鉄道8社は現在使われている磁気を使った切符を2026年度以降に順次廃止し、QR コードが印刷された切符に切り替えると発表しました。現在使われている切符は金属が含まれているためリサイクルされに環境に負荷がかかっています。また自動改札機の不具合で切符が詰まってしまい利用客に迷惑をかけることがなくなるといったメリットがあるとしています。木曜日です。ノルウェーで行われた陸上の国際大会の男子 100m でサニブラウン・アビデル・ハキーム選手が9秒99のタイムをマーク。パリオリンピックの参加標準記録を突破しオリンピックの代表に内定しました。サニブラウン選手は男子 200m で東京オリンピックに出場していて2大会連続のオリンピック代表内定です。木曜日、サッカーの23歳以下の日本代表の大岩剛監督がパリオリンピックへの招集が事実上不可能だと報じられた久保建英選手について言及。最後の最後まで選考できたらいいなというふうに思っていますと話しました。所属するソシエダの日本ツアーに伴い帰国していた久保選手自身は、僕は今パリオリンピックのメンバーではなくて日本代表に選ばれているのでそれ以上僕にコメントできることはないと話しています。金曜日、ニューヨーク州地裁の陪審は不倫口止め料をめぐる裁判でトランプ前大統領に対し有罪の評決を下しました。アメリカの大統領経験者に刑事裁判で有罪の評決が出されたのは初めてです。以上1週間のニュースまとめてお伝えしました。ありがとうございました。さあ、榎木堂さん、はい、まず気になったニュースどれでしょう。まずですね、チャンカレの話させてください。チャンカレ、あ、チャンピオンカレー、はい、おー、チャンカレって言うんですね金沢のね美味しいですよね、はい、もうだからお相撲自体の話は、はい、もう大野さんもうさっき再三されたからいいじゃないですか、でこのチャンピオンカレーについてこんなに言ってくれるっていう、ね、言ってくれる、宣伝くれる、うん、もう大好きですか。チャンカレーね、東京にもあるんですよ、うん、あ、はい、麹町店って言って上智大学の横っちょのちょっと、うんうん、あの文春の方に入ってくみたいなあたりに、うんうん、
まあ、なんていうか秘密の店みたいなね。そんな感じなんですか。マニアがしか知らない秘密の店みたいな感じで、そういう佇まいであるんですけど、金沢カレーってものってどういう、はい、他にもありませんか。ゴーゴーカレーはまあね、ゴーゴーカレーあります、割と東京で、はい、どういう銀の皿に、うん、そうそう、ね、入ってステンレスの皿、これまず基本カツ乗って、カツがソースもかかってるみたいな、ソースがドロッとしてる、なんかそういう感じ、先割れスプーンみたいな、そうっすね、あ、金沢からですね。先割れスプーン、久々にあの時に見るんだよ。そうですね。子供の時以来の再会ができるんですよ。金沢カレーを食べるとね。先割れスプーンとの再会な。再会ができる。まず。すごく、まあ、嬉しいんですか。あと、あの、キャベツがね。そう、キャベツのね、千切りがあったりして、そういう感じなんですけど。あ、僕ね、制限金沢の人と、あの、中の人と、はい、結構知り合いで、あと、TBS ラジオでも、よく、あの、気象情報を入れてる、ザマタエコさんっていう気象予報士いるんですけど、うんうん、あの人は前、MRO っていう、あの、石川の放送局の局アナさんだったんで、はい、ザマさんとか、あの、まあ、その、制限周りの人と随分僕仲良かったりしたんですよ。ほいで、時々見に行ったりしたんですけどね、あの金沢に。ほいで、制限金沢はずっとチャンピオンカレーがあのスポンサーで、チャンカレーすごい世話になったんですよ。ただ、新しいスタジアムができたじゃないですか。これが、なんとネーミングライツがゴーゴーカレースタジアム。あら、そうなんですね。スタジアムのネーミングライツはゴーゴーカレー。略称ゴースターなんですけど、ゴースター。あら、で、じゃあ、チャンカレーはどうするんだっていうことに、今じゃねえけど、ライバル今じゃねえけど、うん、サポーターがもう大騒ぎで、ね、チャンカレーを捨てるのかみたいな。あそこまで世話になっといてどうだ、うん、でもまあほら、クラブとまた違う、そのなんていうの、こう、だってスタジアムだからさ、ね、行政の方だからさ、そっか、そこについてどうにかできるものでもなかろうと。まさかのね、まさかの、まさかの金沢カレー戦争。そうなんですよ。で、だから、まあ一応、まあそういうこともあって、ちゃんカレーの一回身を引くみたいな感じになったんですけど、心ある、あの、杖サポさんは、杖、はい、サポさんっていうんです。杖サポさんっていうんですけど、心ある杖サポさんは、うん、心はちゃんカレーに残したまま。なるほど。まあでも、公には、あの、なるほど、ゴーカレーに行こうじゃないかという、このなんものすごい揺らぎが、起きてるわけですよ。だから、この、今、だから、小野里さんが、この、なんで、石川県出身ということで、この、ここまでちゃんカレーについて言ってくれたことについては、もう、あの、心ある杖サポさんはみんな涙してると思うんだな。ギャルじゃないんですからね。杖サポ。ゆうちゃみ。ゆきぽよみたいな。ギャルの。杖サポ。L 活に副事業は半分まで、ここまで具体的に描写したわけですよ。あの絵が浮かびますもんね。あの横綱になるだろうっていうさ、これじゃあ大野里の回を変えた男がこのコメントでも素晴らしいってるんだ。そうなんですよ、とても食べたくなりました、ね、完全に CM 来ちゃいますね。でも金沢カレー全体盛り上がる、ね、まだあの東京でも割とあのゴーゴーカレーはいろんなとこにあるので、まあみんなあのその金沢カレーに親しみを持ってると思うんですけど、あのマニアの店っていう感じで、僕はその麹町店を推したいと思ってるんですよ。文春に行くと必ず俺帰りに寄るようにしてるんですけど、ちゃんカレーについてちょっと熱く、こんなに尺を取って語ってきました。ほぼほぼちゃんカレーの話ばっかりになっちゃいますって。榎本さん、いいですけど、面白いから。あとなんか新庄さんの一番ですからね。これは、はい、終わった途端に、はい、僕の LINE に、はい、あれでいいんですか。あれでいいんですか。いろんな人から。やっぱこれもざわつくでしょ、やっぱり。一般のファンもいるし、まあね、編集者もいるし、もうなんかいろんな人から、あれでいいんですか。あれでいいんですかって面白いですね。榎本さん言われても別に、ね、俺責任者じゃないし、学校の先生でもないし、新庄さんらしいって言うらしいですけど、遊ぼのね、でも前代未聞でしたね。前も現役時代に、うん、阪神のユニフォーム着て外野のノックを受けたっていうのがあったんですよ、うん、甲子園の。日ハムの現役時代に。日ハムの現役時代に。それもすごいですよ。それもどうかと思いますけど、ファンサービスだからねって言ったら、まあ許されるんでしょうけど、ね、まあでもね、面白いよね、やっぱり。それで、うん、甲子園のお客さん、ガッて掴んだんですよ、今回。で、これまでファイターズって、甲子園で
あの阪神が勝ったことない、なかった。ああ、そっか。それでそのガッと掴んで、それまでなんかね、あのね、ファイターズのいろんな人に取材する、うん、選手やなんかいろいろ取材すると、うん、甲子園やりにくい、ジャイアンツ戦がまずやりにくいってあったんですよ。それはお客さんが多いし、メディアの関係、メディア数がすごく多いんで、ちょっと緊張しちゃうなっていうようなことを言ったんだけど、そのうちジャイアンツ戦慣れて、まあ、あの、阪神がやっぱりやりにくい、あ、そう、お客さん、例えば、あの、まずお客さんの熱、熱気がすごいんじゃないですか、チームアウェー感じがね、甲子園とか。もう一つあるのは、みんな野球人で、子供の頃から甲子園憧れてた人が多いじゃない。だからなんか緊張しちゃうんだ。ちょっと力入ったりする。なるほどなるほど。っていうのもあって、やっぱ NGK みたいなもんですもんね。言ったらね。で、で、なんかちょっとそういうんで、ちょっとあの甲子園ってやりにくいっすよってみんなやっぱ言葉にして言うぐらいだったんだけど、あの時に、あの、だから怒らんの覚悟で。いやいや、だから本当ですよね。どう見ても、どう見ても問題あるやつを誰かどれが言っちゃうみたいなもんですよね。そうそう、NGKじゃあね、花澤来るよ師匠のドレスドヤサーって行くようなもんだ。全然空気読めないじゃないですか。でもまあ新庄阪神にいましたからね。ね、いやだからそういう感じで、ガッて掴んで、なんか割とあのあれでみんな楽になった感じってあるんで、やっぱりそれはもう新庄さんしかできないよ。もともとやっぱ阪神のスターだもん。新庄さんの選手たちがそれでね、阪神ね、あれだけ阪神盛り上げた人だから、やっぱりで今回あの1試合流れたけど、まあ割とすごくいい感じで 2連勝できた。強いですしね、日本。まあ本当あれはちょっとあの割とパフォーマンスとしてはちょっとなんかうまいことやったなっていう感じもちょっとありますよね。また今チームをいい雰囲気というか、そうですね、この状況的にもね、非常にいいですよね。もう今はあれですね、本当にあの、まああのロッテ、あのロッテ強い、ロッテ強い、ソフトバンクに当たんないで済むから、しばらくの間。そっか、今交流戦の間はね、もう顔も見たくないから、しばらくちょっと落ちてきてから会いたいからさ。いや本当交流戦って変わりますよね、そっからね、順位だろうね。来週僕は広島行って、カープ戦3つ見てきます。広島で、はい、広島で、広島の松田強いですからね、また強いですね。食い物うまいんだ、とにかく食い物うまい、楽しみがありますね。ということで1週間のニュース、えのきどさんと一緒に振り返ってまいりました。チャンカレで出資、この後もお付き合いいただきます。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、オリヒロの高純度グルコサミン。常連さんに聞いてみよう。この時間は織広ほか各社の提供でお送りしました。菊池桃子です。洋服の選び方や小物の合わせ方、おしゃれが上手な人っていますよね。けれど自動車は別。かっこいいつもりの改造が周りに迷惑をかけたり事故につながることも。楽しむのは法律の範囲内で。不正改造は絶対にやめましょう。自動車整備振興会です。カラメジュンです。土曜の夕暮れ時、マジックアワー、リゾートホテルでほっと一息つきませんか。今週のお客様は柔道家の野村忠宏さん。想像以上に険しかった金メダルへの道のり、どう乗り越えたのでしょうか。金目順なマジックアワー、今日夕方5時から。パンサーの菅良太郎です。月曜コネクト午後3時からは缶コーヒー買ってきて。依頼者の61歳男性、ラジオネーム明日にのぞみさんが探しているのは、今から15年ほど前、岐阜県は中山道馬込宿の露店で1000円くらいで買った小さなオカリナのペンダント。色は青、説明書にはタジミと書いてあったそうです。そのオカリナ知ってるという方、コネクトアットマーク tbs.co.jp まで情報お待ちしています。メールの件名は缶コーヒー買ってきて。先輩、僕がもっと成長するにはどうしたらいいですか。それなら TBS ポッドキャストよ。ニュース番組を聞いて社会のことをもっと知れば、あなたも成長できるはずよ。ありがとうございます。早速聞いてみます。かわいい後輩ね。
なるほど、政治って面白いな。他にも100タイトル以上あってしかも無料。お、この相談番組面白そうだな。うんうん。後輩の真面目さと素敵な笑顔の虜にって、俺のことかな。あなたを虜にするコンテンツがそこに。TBS ポッドキャストで検索。トニー賞をはじめ世界80以上の演劇賞を席巻した名作ミュージカルが4年ぶりに帰ってくる。 TBS ラジオ公演、ダイヤハウスプレゼンツミュージカル「ビリー・エリオット・リトル・ダンサー」。東京公演は7月27日から東京建物ブリリアホールで上演。舞台は炭鉱不況にあえぐ1980年代のイギリス。周りの大人たちに反対されながらもバレエダンサーを夢見る少年ビリー・エリオットの挑戦にきっとあなたも涙する。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。時刻は9時50分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、おはようございます。おはようございます。お伝えします。能登半島地震は今日で5ヶ月となりました。犠牲者は260人に上っていますが、このうち避難中に体調を崩したことなどによる災害関連死はこれまでに30人が認定されています。しかし遺族からはまだ認定申請が相次いでいますので、石川県と市や町は月1回のペースで合同審査をして認定作業を進めることにしております。それから今日から所得税と住民税合わせて1人4万円を本来の納税額から差し引く定額減税が始まります。納税者がサラリーマンですと、今日以降に支給される給与やボーナスから源泉徴収する所得税を減税額の分だけ差し引きます。また住民税は今月分を一律で0円として、自治体は来月からの11ヶ月間で本来の年間納税額から1人当たり1万円を差し引いた金額を11等分して徴収します。一方、納税額が少なくて世帯全員分の減税額を差し引けない場合は、減税しきれない分を現金給付します。つまり、世帯主の収入によって減税か減税と給付か、給付の3通りに分かれることになりますので、その事務作業も大変だという声が自治体の職員から上がっています。もう一つ、埼玉県飯能市高山の山林で昨日夕方、駐車していた乗用車から父親と子供とみられる2人の遺体が発見されました。60代くらいの男性と小学校入学前くらいの男の子で、2人は後部座席に座った状態で見つかり、いずれも衣服や体に血の跡があったということです。また車には鍵がかかっていました。警察は無理心中とみて調べております。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。元刈谷由香です。次回の 1&J2 週代わりのパートナーはメガネのハイトーンボイスこと熊本 RKK ラジオの吉田昭雄アナウンサー。ゲストにはイタリア生まれのタレントジローラモさんが登場。日曜日の朝を笑顔に、 1&J は朝8時スタート。禁止高麗人参の神秘の神秘の健康力健康力健康力、もう一花咲かせたい。だから協力してくれ、神秘の健康力。神秘の神秘の健康力健康力健康力、神秘の健康力で検索。時刻は9時53分です。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井裕子さん、お願いします。はい。圏央道の内回り八王子城跡トンネル、故障車処理中右側車線です。12キロ日の出から1時間20分です。八王子ジャンクションで交わる中央道の下り線日のバス停で13キロ40分、その先相模湖東で8キロ15分です。東名高速の下りは大和トンネル9キロ35分、常磐道の下り三郷トンネルは2車線を規制して事故処理中、首都高三郷線の下り加平あたりから混んでいます。合わせて9キロ半、通過に1時間10分ぐらい。千葉の京葉道路下り幕張の故障車、こちらは移動しました。
3キロ残って10分ぐらい。都内一般道は環八の外回り、肝臓院入り口付近。事故の影響で2キロ半、15分です。警視庁から以上です。臼井ひろこさん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時25分頃お伝えします。ねえ、あなた。ハトバスが都営バスの運転手を募集してるって知ってた？観光バスじゃなくて？都営バスの一部をハトバスが運営してるんだって。詳しく知りたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス路線バスで検索してください。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバス。時刻は9時54分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、今日はお天気持ちそうですか？持たないかもしれません。持たないのか。今日から降るんだ。はい。だんだんちょうど雲取れてきて、日が出てきているんですけれど、夕方以降また一雨あるかもという感じで。多分今日は北部止まりかなと思うんですけれど、夜遅くになって都内も降り出してくるかもという感じなんですよね、はい、というのも日中気温が上がります、うん、東京都心ももう22度ぐらいまで上がっていて、昨日の昼間よりすでに気温高くなっています。で、東京は26度まで上がる予想、北部は前橋29度まで上がる予想です。昨日久しぶりにちょっとひんやりしたかなって感じなんですけれど、今日また一気に気温が上がって、これで雨雲が湧くということになりそうなんですよね。なので北部は雷雨になりそうです。日中晴れて暑くても天気急変しそうなので注意をお願いします、うん、はい、出かけるときじゃあ一本傘持ってった方がいいですかね。特に北部の方はあった方がいい。はい、お気をつけください。気象予報士の池田沙耶香さん、ありがとうございました。ねえ、なんだいウソピョン。ウサギは月で何をついてると思う？餅だろ。嘘をついてるんだよ。へえ。広告の嘘、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は、日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 03-3541-2811 または JALO で検索。一日車検が安い。コバック、コバック、車検のコバック。信玄餅といえば金精軒。甲州銘菓信玄餅は金精軒の登録商標です。大ヶ原金精軒。ときめく時を TBS ラジオ。時刻は9時56分です。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、常連さんの榎戸一郎さんと一緒にお送りしております。今日メッセージテーマ下積み時代の話ということで、下積みってどうだったんですか？いや、20代とかだ、本当に20代、はい、はい、多分芸人さんとすごく僕なんかの世代のライターって似てるのは、はい、浅草キッドとか 見てた時にすごく思ったんですけど、はい、僕の世代って大概のライターって20代の頃仕事ないから、うん、三和出版とか白夜書房とか三出版と、うん、いわゆるエロ本の仕事してるんですよ、うん、でエロ本の編集の人って当時はすごくなんていうかおおらかだった、うん、裸のページがあれば雑誌成立するから、うん、字のところは何書いてもいいっていう、うん、なるほど。だからそんなにいわゆるストリップコメディアンと全く同じ構造で、ストリップメインに来てるから、じゃあ僕なんか20代でキャリアなくても、じゃあ榎本君4ページ上げるわ、わ 4ページで何か埋めてって言ったら、結構新人を使ってで修行してたんですね。だからドリフのことを4ページ書いたり、遺体の知れない町物、なんか例えばさ、川越の小江戸の街並みを歩いて、はいはいはい、そこにうだつが上がってるとこがあるんですよ、うんうんうん、うだつって装飾ですね、河原のとこ、はいはい、でうだつが実際にうだつが上がってるのを見に行くみたいな楽しいそういうんで写真撮って、自分でなんか写真撮って4ページぐらいすぐやっちゃったりとか、そういうんですごい、だからライブハウスみたいだったんですよ。なるほどね、そういう感じだったんですね。だからね、面白い。僕の世代の、ライターはみんな、そのいわゆるエロ本の出版社、今はもうエロ本もあんまり成立しなくなっちゃってるんだけど、なんか、まあ、動画とかの時代になってるから、なるほどね、みんな足向けて寝られないっていう排尿があるんですよ、ね、知らなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。またよろしくお願いします。
千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。スマイーダカップシニアゴルフトーナメント、今年で7回目となる今大会では日本を代表するシニアプロたちが栃木のイーストウッドカントリークラブで熱き戦いを繰り広げます。 BSTBS では6月1日土曜日夜6時30分から放送します。シニアプロの熟練の技をお見逃しなく。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、10時になりました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。 TBS アナウンサーの出水舞です。10時台最初のコーナーは富山恵里の東京チャキチャキリポート。この時間は毎日新聞社、 NCP グループ、遺言の窓口、他各社の提供でお送りします。ノンです。これからの時代を明るい未来へとブレイクスルーしていくために、毎日新聞はコミュニケーションのプロになる。伝えることで人と人をつなぎ、社会の在り方や人々の暮らしを前向きに変えていく、コミュニケーターカンパニーへ、毎日新聞。土曜ワイドラジオ東京の東京チャキチャキリポート。 TBS の富山エリアナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをお届けします。はい、早速呼んでみましょう。富山さん。はい、朝はね、高円寺駅の北口にいましたけれども、はい、高円寺駅の南口から歩いて3分ほどの南口、はい、はい、南口から歩いて3分ほどの、ね、高円寺氷川神社にやってきたんですね。うん、でね、はい、今氷川神社のね、うん、前に来たんですけれども、うん、目を引くのはね、うん、電光掲示板があるんですよ。電光掲示板で、そこには日本唯一気象神社へようこそ、でね、観測時刻2024年6月1日土曜日10時、今の時間ですよね。うんうんうん、そうなの。で、気温23度。うん、昨日の気温までか、昨日の最高が 22.3 度とかね、うんうん、風速とかね、時間、雨量とか、暑さ指数、湿度、風向き、南南西、ね、海面気圧とか、降水強度なんて書いてあるんだけど、はい、境内で観測中って書いてあるんですね。そうなんですよ。でね、この境内で観測中、ちょっと今ね、鳥をくぐりまして、うん、境内入りますと、うん、ここにね、気象観測システムがあるんですよ。うん、これね、気象観測システムってね、うん、人が見られるところにあるものってなかなかないんですって。そうなんですね。これね、まず珍しいの。知らなかったな。そうなんです。だから、ここの、境内で測っているお天気がそのまま電光掲示板にあるんですけど、うん、なるほど。これ2022年の12月の8日にね、この気象観測システムっていうのは設置されて、ちょっとなんていうなら、ほら、お日様でさ、うん、ソーラーシステムみたいな、そう、うん、ソーラーシステムのちょっとちっちゃいバージョンみたいなのが斜めになって、うんうんうん、るものが一つあって、うん、でね、私の背の高さ、ちょっと高いかな、160センチぐらいの何かを観測するようなものが立ってるんですけど、うんうん、そう、それぐらいの高さ。じゃあ、小型のものらしいんですよ、すごく。ものすごい大きいらしいんですけど、普通、気象観測システムってね。で、小型のものがあって、そう。だからね、ここのね、気象神社のホームページを見ても、はい、
その観測されたものがいきなり出てくるの。だからちょっとね、神社のホームページらしからぬ感じにしては、そうなんだ。これ面白いなと思って、ホームページね、昨日も一日中見てたんですけど、で、鳥居くぐって、その、ちょっと気象観測システムの手前に、あのね、普通、手水っていう、手水って書いて、手水って読むじゃないですか。はい、ここはね、手水って書いてあるんですけど、どちらでもいいそうなんですが、そこにね、普通ね、手水ってさ、水がちょろ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 流れてるだけじゃないですか。はい、花が浮いてるんですよ。花が浮いてる。これがまたね、美しい。今の時期、アジサイとかね、神社の前のお花屋さんがね、2週間に1回ぐらい取り替えてくださるそうなんですけれども、アジサイとね、あとね、薄いね、ピンクのね、菊、これなんていう菊ですかって、カリメロっておっしゃってましたけど、小さめのね、菊とね、あとね、丸い感じの菊あるでしょ、あれ、ピンクのものとかね、ちょっと薄緑のものとか、で色とりどりですごく綺麗なの。これだから、今日ね、実は6月1日なので、ほら、気象記念日だって言いましたけど、ここの、気象神社の例大祭である気象祭っていうものが行われるので、そのために私、この花手水なんですかって聞いたら、もう本当、これはもう一年中なんですって。そりゃもうね、びっくりしましたよ。そうなの。で、ここは高円寺氷川神社って言いましたけど、高円寺氷川神社の本堂のちょっと左側に行くと、気象神社って言ってね、小さめの鳥居があって、そうなんですよ。その、だから境内にあるのね、気象神社っていうのは。で、入るとね、絵馬なんだけど、これがまた面白くて、ね、3箇所穴が開いてて、下駄のように見える。もう下駄の絵馬なの、本当に。下駄の絵馬、そう、下駄なの。下駄型なの、絵馬が。ね、あ、そっか、そういうことか。裏になった。そうそうそう。明日天気になあれ、それで気象神社は下駄になってんだ。なるほど。そう、下駄の形なんですよ、絵馬が。赤い鼻と黄色い鼻のね、下駄があって、普段ね、まあちょっと読むのはばかられますけど、例えばほら、結婚式の前撮り、晴れますようにとかね。あ、いいですね。お天気にまつわるお願い事をしてあるんだ。そう、結婚式多いな。結婚式が晴れますように。あと、運動会、修学旅行が晴れますようにな。天気はね、やっぱりいいから。お願いがすごいのよ。書いてあって。いや、ちょっとね、貴重ですね。ね、しかもね、気象神社、1944年、昭和19年に建てられたので、今年、ちょうど80年ということで、80周年のね、気象祭なのね、これ2時から行われるということなんですけれども、天気にまつわるさ、お願いをしに来る方が多いんですね。だからもしかしたらほら、明日は雨が降ってほしいっていう方もいらっしゃるかもしれないしね。やっぱりドラマのね、撮影で雨降ってほしい時とかあるでしょうし。特殊だね。そうですね。今のところこう、絵馬ってそんな見るもんじゃないけど、見た感じ、気象予報士合格っていうのもありますね。あ、そっか。あ、そう。鼻緒にちょうど、鼻緒の形のさ、ほら、傘の部分がさ、合格の号になるように、ちゃんと合格って書いてあったりね。学問の神社行くか、そっち行くか、みたいなね。そうですね。難しい。気象予報士になりたい方は、きっといらっしゃるんだと思うんですけど。なるほどね。で、最初の中継の時に、こちらに、すごく経歴が面白いとか興味深い方がね、そうそう言いましたよね。うん、言った。実はね、ここのね、ネギさん、神職のね、ネギさんがちょっと変わった経歴の持ち主ということで、今日はね、来ていただきました。はい、気象神社のネギ、金谷大臣さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。金谷さん。そう、金谷さん、今もお話できる状態になってますからね、ナイツさん大丈夫ですからね。そう、金谷さん大ファンです、よろしくお願いします。ありがとうございます。同じ年なんですよね。同じ年なんですね。同じ年ですか。金谷金亭さんじゃなくて、金谷金亭さんじゃない、金谷さんですね。金谷さんから、金谷さんね、ネギさんって紹介しましたけど、もともとね、商社マンだったんですって。はい、そうですね。それでね、もう世界各地というか、もうバンクーバーとかウィーンとかロシアで働いてらっしゃって、
しかもロシアで働いてた時、うん、なぜかこれ野球が得意なんですね。今大会そうです。もともと大学までは、ね、野球やってて、あと会社でも硬式野球部を続けてたんですけど、でロシアは、ね、当然野球ができるところでもないと思ってましたし、はい、あの実際人口が当時、ね、あの10年ほど前だけど、あの600人ぐらいと聞いてましたので、あの道具も持ってかずに、行ったんですけど、ちょっと、ね、あのプロ野球っぽいね、あの社会人が集まって、あの交通費をいただきながら、あのロシア各地を回るっていうリーグには、あの最終的に所属させていただきました。すごいじゃないですか。そうなんですって。野球、ね、ほぼプロみたいな、ねえ、一応だねえ、はい、そうですよね、はい、ことをされてたって、はい、すごい面白いでしょ。ポジションはどちらの、ポジションピッチャーやってましたね。あ、ピッチャーだったの。ピッチャーすごい。ちょ、左投げ。左投げ。すごいですね。ロシアではすごい、じゃピッチャーですね。ねえ。ねえ。ただやっぱ、ガタイも全然違いますんで、ねえ、あの、技術はね、あの、まだまだね、あの、日本のようにね、あの、細かいこともできないかもしれませんけど、とにかくね、ロシアでは腕力がすごかったですね。腕力が。腕力がもう、ものすごかったですね。そっか、じゃあもう、ホームラン打つときはすごい飛距離の。そうだ、ものすごい。木製バットだけど、はい。へぇー。なんか野球場っぽいのがあんまないので、うんうんうん、結構陸上競技場とかでやってたり、まあそうか、はい、なんか変な草野球みたいな、はい、そうそうそう。得意の球種は何だったんですか今回。あのスクリュー。すげえ。山本昌じゃ ん、 ん、ね、今だとなんかチェンジアップとかで言うんですかね。ああ、要するに遅い球で変化する。そう、あのなんか右バッターの外側に逃げていくような。落ちづらいですね。すごい。ロシアからいつか野球選手出てくるかな。じゃあ日本とかメジャーとかね。なんかでもともとあのどうですか、戦後ぐらいで大活躍されたスタルヒンさんってロシア人。スタルヒンね、巨人にトンボっていうチームでね。そうですね。それで今日はね、違う、あのコンタニさんがロシアでそういうプロ野球をやってたって話だけじゃないんですよ。すごい。え？そう。それだけでも、それもすごいのに、うん、でしょ、うん、じゃあなんで商社マンだった、うん、ね、コンタニさんが神社で働くことになったのかっていうのも、本当だ、興味ありますよね。これなんでなんで気になりますね。はい、気になりますよ。はい、はい、じゃあ来たのはあのちょうど6年前ですかね、あの2018年の6月末ぐらい、うん、あ5月末なんですけど、うん、であの今、ね、お話しあったように、あのずっとあの大学卒業してからは、うん、あのまあ、ロシアは長かったんですけど、うん、あの15年ほど会社員をやってて、うん、であのその間も、実はこの高円寺とあのこの高円寺氷川神社と気象神社 の、 あの仙台宮司さんと、あの今のその娘さんの、うん、現宮司とちょっとご縁があったりして、うん、あの一時帰国中のお手伝いとかね、うん、来たりはしてさせていただいてまして、あ、であの当時もあの、まあ、気象神社があって、はい、徐々になんか参拝者が増えてる様子とか、でなんかの御朱印がねちょっとずつ人気が出てきたりっていう、はい、なんか、そんな雰囲気を感じて、なんかちょっと面白いんじゃないかなと、でなんかちょっとずつ、神社でなんか働いてみたいなっていう気持ちはあったんだけど、やっぱ商社の仕事もね、あのとても面白かったし、あのとても迷った時間は長かったです。でただあの先ほど話したように6年前の2018年 の、 あの6月17日に、あの仙台宮司がねちょっと亡くなられた。そう、今の宮司のお父様ですね。なのであの人手もねあの少なくなったということで、あのちょっと彼女をあの残った彼女を助けなきゃいけないということで、そこでもう帰国して一気に退職にこぎつけました。最後なかなかあの不妊治が日本人一人の場所、あの極東のハバロフスクっていうところだったんで、なかなかあのすぐ辞めることもね、あのなかなか調整難しかったんだけど、あの会社の方もね応援してくれて、でそれで辞めて辞めました。はい、すごい。高円寺に来て6年目。はい、そういうことがあったんですね。そういうことだったんだ。うん、ただあの本当に普通に、神職っていうその資格を取らないといけないわけですよね。はい、あの当然あの神職の資格も持ってません。で、あの一般的に、あの例えば東京都って神社が実は1400社ほどあると言われてまして、まあ、なのでその分神職、まあ、あのがいると。
その多分ね 99% ぐらいがあの渋谷にあるあの国学院大学の神道学部のご出身、うんうんうんはい、ですので僕もねその出身ではないですし、うん、ただあのすぐ時間もかけずに、うん、あの大学もやっぱ4年間行くわけにもいかないの であのすぐ資格を取りたいって言った場合に、うん、たまたまその年の8月開校で、うんうんはい、あの東京都神社庁があの主催のあの神職特別養成講座みたいなのが開催されることを知って、ねはいはい、本谷さんに合わせたかのように、まあ、一応3年に1回、なんであの今年だからまたあるはずだね、2018年2021、2024、はい、僕の前の会はね、加納英子さんがそれで受講されて、なるほどね、お茶も持ってる、ね、はい、そういうことだよね、まあ、そういった3年に1回資格取りたいっていう人がね、はい、とてもあの想像力が厳しくて、あのとにかく正座正座の日々で、うわ、はい、あの結構脱落される方もねあのいましたけど、それで1ヶ月半ほど、あの日曜日以外、あの月曜日から土曜日まで朝から、ね、割と夕方ですね、結構遅い時間ですね、まであの、まあ、研修あの国語とか漢字をしたり、あと、ね、さっき言った正座中心の、はいはい、いわゆるあの祭式ですね、神社の神事の作法とかですね、はい、でそれを、まあ、学びながら一応卒業試験も合格させていただいて、で9月中旬合格で10月1日に東京都神社庁に一応登録されたっていう流れですね。なかなかスムースにね行くことができた、ね、よかったです。まあよご縁があった、まあ、そうですね、やめてすぐ研修がね、簡単におっしゃいますけど大変でしたね。いや大変ですよ、そうですよ、ね、まあ、資格がないと ねなかなか ねでもね、ネギの資格だけじゃないんですよ、コンタニさん。なんだろう、気象神社ならではのというか、なかなか難しい、あららら、もしやあの資格を、まあ、そう、さらにそれですよ、今思ってる、何ですか、言っていいんですか。いいですよ、ね、気象予報士、うん、ピンポンピンポンピンポンプロ野球選手、プロ野球選手資格っていう感じ、うん、気象予報士も持ってるの、難しいですよね、資格も持ってるんですよね、合格率一桁じゃないですか。いや同い年でしょ、だってコンタニさん、いやもうね、そんなすごい人だ、ネギになってもそれでもういいじゃないかと思うんだけども、なぜ気象予報士の資格を、うん、まあ気象神社っていうのももちろんありますけれども、うんうんうん、なんでですか、そうです、全くでも本当に気象関係というか、はあ、あの興味もなかったですし、あの気象予報士って資格も、まあ、もちろんあのキャスターさんね見て、はい、知ってる程度で、うん、また興味もなかったですね、もともと気象神社に来てからも相当難しいっていうしね、はい、でただあの、神社に来て2年後ぐらいに、はあ、まあ、コロナになってね、あので2020年 の, あのなんか全校一斉休校とか、ね、いろいろあった時期ね、で神社も時短営業というか、あの土日を閉めたりとか、あと平日あの午前中だけとかっていうあの活動を強いられて、まあ、結構時間ができたですよね。で一方あの今一緒にあの高円寺をお天気の街にしようと活動されているあの気象予報士の講師ですね、この業界ではカリスマの方、中島俊夫さんという方が神社の目の前にあの教室を開かれたんですよ。すごいなそれ。で一回あのご挨拶に来られて、そこであのなんか今後一緒にやっていきましょうねっていう、ね、話をねさせていただいて、である日ねちょっと神社も暇になって、で時間があった時にあのまあ先ほどのうちの現宮司ですよね、あの気象予報士、あ気象神社の神職が気象予報士になったら、なんかいろんなことが起きるんじゃないのみたいな。いうことではなかなか面白いねと、確かにいうことで、あ、わかそうだと、でもって勉強始めたのがたまたまですけど2020年の今日6月1日、すごい、そうなんです、本当にたまたまで、すぐさっきの中島さんの教室に、まあ、入学して、それがね1日15時間近く勉強しました、ね、すごいな、1回で受かったんですか。あの試験はね年に2回、あの8月と1月にあって、はい、ちょっとあの、ね、複雑なんですけど、ね、3科目あるんですね、はい、一般知識、あのいわゆるなんで雨が降るとか、なんで雲ができるとか、なんで前線ができるかとか、で専門知識があって、それはあの天気予報ができる仕組みをあの順路立てて学んでいく、でいよいよ最後が実技試験というものがあって、あの多く与えられる資料をもとに出題者の予想をなんか記述で書いていくような、で一般と専門は合格したら1年間
免除されるんですね、はいはいはい、なので先ほど言ったように6月に勉強開始して、うん、2ヶ月後の8月試験でまず一般専門を合格目指して、なんとか合格できました。すごいじゃないですか。わからもうとね、ちょっと。2ヶ月で、ね、2ヶ月かかるんです。1日10時間勉強して。その後まあ、そこから1年間、まあ、つまり2回分の試験が免除されるので、うん、次の1月試験、うん、実技試験のみに絞って、勉強ができるんですけど、うん、なかなか難しくて、1月は不合格。で、ただその翌年の、8月の、まあ、だから試験で言うと3回目ですね。そこは一般専門の免除の、まあ、タイムリミットだったんで、そこで合格しなかったらもうちょっとやめようかなと思ってた。もう一回受けなきゃいけなくなるんですね。ねえ、なかなか神社も忙しくね、コロナもちょっと。いや、そうでしょう。なので、そのタイミングが良かったですね。うわー、ね、今だとね、仕事も戻ってきてますし、なかなか勉強する時間もね、はい、確保できませんので。今度ね、またいろんなね、人との出会いがね、やっぱあるから、今度芸人目指すっていうのを一つね一つ面白いこと言えないんですすいません、全部捨てて、ね、こんなにいろいろなしえてきたのにナイツさん もし興味あったら神社で教室開いてるんで、うん、もしよかったら、はい、来てください。教室をやってるんですか。気象の気象予報のそう今、はい、まあ、お天気の街ね、高円寺お天気の街にするということを、まあ、地道にやってて、先ほど話あったかな、観測器だとか、電光表示板をね、据え付けたり、であとは、ね、今、高円寺初、気象神社初 の、うん、気象予報士を一人でも多く出そうと思って、先ほど中島さんと一緒に、神社の中の本当、漫才協会のメンバーとかでも、高円寺、いっぱいいるんですよ。あ、そうですね。芸人やっぱ多いので、なんか、できたらいいですね、一緒にね。はい。ぜひ舞台を開けてます。開けてます。アップウェイトカンパニーの方に連絡いただければ。上重さんね。でも本当に大人気で、うん、上重さんいらっしゃるんですか。上重さん？あ、今日そうなんですね。上重さんの一個上でね。いわゆる上重松坂世代で野球の話題はね、そうそうそう大学入ってきますね、はい、さすがだな、入ってきましたね、コンタイさん野球もいけるから、あ、高校野球もどのぐらい相当うまかったでしょ、だってコンタイさんも、いや、まあ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 、それなりにいいんじゃないですか、すごい、はい、何でも極めちゃう方ですね、そうなんですよ、ちなみに高円寺といえば阿波踊りじゃないですか、あ、そうです、阿波踊り、阿波踊りの日って、晴れと雨って、はい、ちゃんとデータあるんですか、お、知りたい、まあ、去年ほとんど晴れですね、あ、晴れが多いんだ、1回だけ雨でね、7、8年前、ただね、いい話、阿波踊りって実は氷川神社の行事でスタートしたんですね、元々、あ、そうなんだ、境内でやってたんですよ、もともと、そうなんですか、今もう街を上げてね、すごい、で、どんどん街の人が、街といえばですよね、まあ、街を広げて、道路を使ったりやりたいということで、なかなか警察も許可を、道路使用許可を当時下ろさなかったんだけど、先ほどのうちの仙台宮司が警察署と交渉して、うん、神社の行事にしてしまえばいいんだみたいな、うん、でそこで今のように町路を使って今、ね、なので氷川神社のなんか奉納踊りとして始まったっていうことはもうなかなか知ってる人はね、まあ、少ないですけどね、60、70年ほど前の話、そう、週4で安藤夏が高円寺いるんですけど見かけます、見たことはないですね、見たことないですか、なっちゃ目立ちそうです、だいぶ鐘の音がよく聞こえてますけど、ね、よく見ますけどね、うん、参拝の方も多いんですか、もうね本当に大人気で、ひっきりなしにさっきからねお参りに来てる方がいらっしゃって、そうなんですよ、でね、ここさっきちょっと話に出ましたけれども、いろいろ面白いから、うん、ちょっとね一回来てみたらいいと思う、うん、おー、そうですね、なんか御朱印も見たらすごくカラフルで、笑っちゃう感じですか、御朱印ね、これね氷川神社と気象神社と、1枚ずつでもいいんだけど、うん、合わせると1枚の絵になるようになってるんですよ ね、うん、すね、これも毎月違うんですもんね、そう毎月、これも珍しいでしょ、ね、まあ、ちょっとコロナ期間もね前あったんで、なかなかご参拝来れなかった方も多かったので、一応だ過去、だいたい1年分ぐらいは止められるようになってます、今でも、いや、すごくね、いろんなこと考えてらっしゃって、いいですね、さっきから本当に鳥居の下でね、お辞儀をして入ってこられる方多いですよ、うんうんうん、ね、そうそう、だから気象観測システムもね、見られるっていうところが珍しいから、うんうん、そうですね、はい、いやー、はい、そうですか、ぜひお参りに来てみてください、この後ね、気象祭が2時からあるということで、ね、はい、今日ね、6月1日実は気象記念日、はい、国で定められてまして、はい、1875年に6月1日に、うん、今の赤坂で初めて天気予報がされました、赤坂、うん、その日を記念に、うちの気象神社も例大祭をさせていただいてまして、まあ、地元の方であったり、ね、気象関係者の、多くの方を招いて、そう、長谷部さんとかもね、いらっしゃるから、はい、
か。そう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。上重さんもお越しください。上重さんもお越しください。上重さんにも言っといてくださいました。エリさん、この後準備したらよろしくお願いします。後ほど。以上、東京チャキチャキリポートでした。夜しかでただ君に晴れ。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる。相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCT グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。 相続遺言は NCT グループ。富山えりの東京チャキチャキリポート。この時間は毎日新聞社、NCP グループ、遺言の窓口、他各社の提供でお送りしました。腰が痛くて畑仕事がしんどい。草取りしていても手が痛い。重いものを持つと痛っ、痛っ、痛っ。いつか治ると我慢しないで、再春館製薬所の通算湯を始めませんか？通算湯は漢方に学んだ医薬品。5つの生薬が膝、肩、腰の痛みを徐々に和らげます。無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305 305-305。 通算等は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力健康力健康力。
元気に孫の結婚式に出たい。だから協力してくれ、神秘の健康力。神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。神秘の健康力で検索。パンサー向井さとしです。滝沢カレンです。毎週月曜から木曜朝8時30分から放送中のパンサー向井のフラット、5月27日月曜日9時台のゲストコーナー、フラットおいでよにはザ・セカンドチャンピオンの楽天速のお二人が登場。朝から賢い漫才も披露してくれました。実は解散の危機もあったという楽天速さん出演のフラットの様子はラジコタイムフリーやポッドキャストでチェックしてみてください。マチュラピンクです。これほんまの話なんですけど、あるスタジオの外にはですね、なぜか当たり前のようにですね、養蜂場があるんですよ。マジですよ、これ TBS ラジオの中にですよ。 TBS がビルの中で普通にミツバチを育ててるんです。普通にどういう意味なんですかね。いやマジなんです、これ。こんな嘘つきませんって。時刻は10時29分です。ここでシウマイの崎陽軒がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の宇津弘子さん、お願いします。はい、常磐道の下り三郷トンネルの事故処理終わりました。でもまだ影響で6号の下り可平あたりから断続的に渋滞残って1時間ぐらいです。外環自動車道の外回りもこの影響、三郷ジャンクションで5キロ25分かかっています。東北道の下り浦和手前事故一方で2キロ10分圏央道の内回り八王子城跡トンネルの故障車、こちらも移動しました。10キロ残って1時間前後です。八王子ジャンクションで交わる中央道の下り日野バス停で20キロ1時間東名高速の下り大和トンネル9キロ35分一般道は環八の内回り伊予木トンネル事故で1キロ20分埼玉は国道463富士見市の水谷東1丁目事故で両方向2キロの渋滞。警視庁から以上です。警視庁の宇津弘子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時52分頃お伝えします。さてと何。いらっしゃいませ。今日からは冷蔵庫を開けたら崎陽軒。何何。チンするだけでいつでも横浜の味、冷蔵タイプ、おいしさ長持ちシリーズ。おいしいシウマイ崎陽軒。ハイブリッドカーも。コバックコバック、車検のコバック。はい、坂道よです。トリセン週末ショッピング情報です。安心と新鮮さが決め手、恒例特ダネ市、さらに初夏のごちそうメニューが満載、アジサイ祭り同時開催中。安全です、新鮮です、トリセン。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。明治アーモンドチョコレートと言ったら明治。どのアーモンドチョコレートもそこまで変わらないでしょう。明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしくて美味しいんだよ。いやいや、そんなはずは。一生ついていきます。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレート。ここでグラクソスミスクライン株式会社からのお知らせです。今回は RS ウイルス感染症とその予防についてご紹介します。突然ですが、 RS ウイルス感染症ってご存知ですか？ RS ウイルス感染症は RS ウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症です。健康な成人は RS ウイルスに感染しても多くは風邪のような症状で軽快しますが、高齢者や喘息、COPD、心疾患などの基礎疾患がある人は感染をきっかけに肺炎などを起こすこともあるので注意が必要です。 RS ウイルス感染症の流行はここ数年は春から初夏に継続した増加があり、夏にピークが見られています。
RS ウイルス感染症の予防には日々の感染対策に加え、60歳以上の方は予防接種という選択肢もありますので、関心がある方は医師やお近くの医療機関にご相談ください。 RS ウイルス感染症やその予防について詳しく知りたい方はホームページでも情報をご覧いただけます。 rsウイルス.jp で検索できます。気にしてください。 RS ウイルス感染症。時刻は10時33分です。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。今日のメールテーマは下積み時代の話。はい、はい、たくさん来てます。ラジオネームササヤンさんです。工事現場の休憩時間に親方の小銭入れを預かって、メンバーの全員のジュースを買いに行くのが一番下っ端の仕事でした。さまざまな職種の会社の方が来てて、皆さんも一斉に休憩時間になるので、自動販売機は大混雑、それでも遅くならないように間違えないように買ってくるのが結構しんどかったです。そうか、毎朝10時と3時の休憩時間のことを考えると憂鬱でした。20年以上経って先輩より後輩の方が多い立場になって、自分が財布を渡してジュース買ってきてなんか言えないですよ。なんかこっぱずかしいような心のどっかでもったいないなと思っているのか、なるほど、後輩に頼むのが苦手なんですよね。今の時代行ってもいいのかな、パワハラって言われちゃうのかなって考えてしまいます。みんなそういうことで悩んでるって言ってましたね。この特にこういう現場仕事の、そうですよね、自販機に並ぶんだ、並ぶんだ、結構やっぱ同じ時間に大体休憩してね、あれなのかな、あの何種類か適当に買ってって選んでもらうみたいな感じなのか、の人はもうあれなのかな、覚えてるんじゃない、覚えなきゃいけない、飛びの方が早く気はするけどないんだろうね、近くにね。そうだね、の俺飛び食のね、うん、ずっと夜飲んでたんだけど、うん、あのその人もやっぱり今もう60代で下の人ばっかりだから、うん、もうほんちょっと言うともうすぐパワハラになっちゃう、うん、でもういろんな話したいんでできないんですよ。あ、そうなんですかって。で、もう俺はすごい興味あったから、うん、いの一番ってあれ知ってます？いろはにほへとって言って、こうやって柱を、いろはに番号つけて、うん、で、その組み合わせを、一番最初がいの一番で、組み立っていくんですって言って、うん、俺が、そうだったんですかって言ったら、こういう話したいんですよ。若い子に教えて。いや、してほしいよね。若い人も知りたいんじゃないの、そういうの。ねえ。ねえ。もうなんかやっぱ飲み行こうとかって言うと、ね、ちょっと言いづらいって。なかなかやっぱそういう場がないと。ないんだって。教えてあげる機会もないのか。そういうのをやっぱり聞いてやるのは指定だからね、うん、そうだから指定じゃないんだよ、やっぱね、やっぱ先輩後輩後輩っていう感じでちょっとやっぱ薄いんだね、うん、ちょっとあるよね、なるほど、うん、まあ稽古師匠のジュース買ってこいとかなかったけどねでも別になんか買ってきますよって言うからね、うん、師匠の場合はね、うん、まあそうだね、うん、そうそう、カバン持ちとかもねやる人もいるし、ラジオネーム大沼きり丸さんです。私は19歳の時、定年退職まで勤めた会社の寮に入っていました。その寮は規律がやかましく、例えば汚れた靴を放置していたら近くに流れている川に投げ捨てられました。時々抜き打ちで室内点検もありました。本当に厳しい1年間でした。ですが楽しい1年間でもありました。懐かしいです。寮ってそうだね、厳しい、ちょっとやっぱ独自のルール。プロ野球選手もやっぱ最初寮に入って、寮今もあんの？あ、今もあるよ。ジャイアンツやってるんだ。寮、ジャイアンツ球場の真横に新しい寮できて、この前ちょっと見に行ったけど、すごい綺麗な寮だったけどね。だから、そういうなんだ、寮の、やっぱ話面白いもんね。今のプロ野球選手に聞くと、門限破った話とかね。そうそう。だ昭和のね、人たちとはね、そうもっともうボロボロのロロ寮だったんだよ。そうそう。今もうなんか、話してて見たけど、もう絶対オートロックっぽいやつだったから、ね。絶対無理だと思う。プライバシーがね、めちゃくちゃ。でもめちゃくちゃ人気あった、そういう野球選手がもう1年目とかの時に、ボロボロの寮行ってたりわけだもんね。平成の最初の頃とか。あれ、活躍してる人もさ、部屋って、二人部屋の時とかあるの、同じなんじゃないの、わかんなかったんだけど。元木さんと、元巨人に清原さんが入ってきた時に、元木さんと同部屋だったんだ。へぇー。あ、そんな、だってスーパースターじゃん。ねえ。それどういうことなのか、まあ、そこは聞かなかったんだけど、同部屋で、で、巨人のユニフォームを、こうやって初めて、こうやって、ビニールに出して、
こうやって嬉しそうに来てこうやってこうやってやってる姿忘れられないっていうかさ、だってもう西武ですごかったのに巨人に入った時寮なの、キャンプの、キャンプか、キャンプの時の寮じゃないけど同部屋なんだと思って、一人一つの部屋じゃないんだと思って、そうなんですか、本木さんで、そうそうそう、本木さんもやっぱりこのね、大英断って巨人来てるからすごいなんかやっぱりそこで意気投合して、意気投合して全然仲良くなって、意気投合して、もともとなんか本木さんが1年間大英断って巨人入ったでしょ、その時になんか共通の知り合いにいて清原さんとご飯食べたんだ、あ、そうなんその時から、うん、でも特にそれやっぱ清原さんは PL 学園を見てたから、見に行ってたらしいんで、もう中学校の時にお客さんでやべえこの人と思ってたらしい、あ、そうなんだ、一番すごい人だと思ってたから、なるほどね、そこら辺の話をちょっと上重さんに今日聞きたい、PL だから、PL だからね、うん、確かにそうすごいと思いますよ、はい、はい、さあまだまだメッセージ募集しています、チャキアットマーク tbs.co.jp までお寄せください、紹介した方にはステッカープレゼントします。ビッグカメラ、最新家電をもっとお得に買い替え祭り、対象の省エネエアコンへの買い替えで最大3万円引き、大画面テレビならなんと最大5万円引き、さらに 10% ポイントサービス、冷蔵庫、洗濯機などもお得に買い替え、ビッグカメラへご相談ください。首都高からのお知らせです。現在首都高には現金、クレジットカードが使えない ETC 専用入り口が35箇所も。ETC をご利用のお客様は ETC カードの差し忘れや有効期限をご確認いただき、快適なドライブを。防災ワンポイントメモ。大地震の際には都心で交通規制が行われます。マイカーの使用は慎んでください。交通渋滞の原因となり緊急車両の通行に支障をきたします。毎月1日は防災ラジオの日、 TBS ラジオからのお知らせでした。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今日はフル稼働シーズン前に済ませておきたいエアコンクリーニングサービスをご紹介します。フル稼働シーズン前、大事ですよ ね、 そ う、 だよ、もうね、そうなんです、6月に入りましたよね、本格的にカビのシーズンとなります。カビがすぐ生えます、はい、ちょっと久しぶりにエアコンつけたら変な匂いがするしていますっていうのありますよね、はい、実はあれカビの匂いなんです。エアコンから出る風で室内にカビの胞子を撒き散らしているようなものなんですよね。いや見えないもんね中が、どうやっても分かんないから、これは一般の人は夏エアコンをフル稼働させる前に綺麗にしておきたいという方多いんじゃないでしょうか、はい、そこで TBA ショッピングが自信を持っておすすめするエアコンクリーニングサービスです。でお伺いするのはベストホームサービス、 TBS ショッピングで人気の浴室クリーニングでおなじみのハウスクリーニングのプロの皆さんです。任せられますよ。そう、そうなんですよ、ね、本当にハウスクリーニングはね、丁寧ですからね。でね、実はエアコンクリーニングの作業内容、これ会社によって様々なんですよね、はいはい、でもベストホームサービスは見えるところをさっと洗って終わりにするのではなくて、うん、エアコン内部にある外せる部分はこれ全て外して、エアコンの奥に詰まった汚れまで高圧洗浄機で徹底的にきれいにしてくれるんです。エアコンの内部にはカビをはじめ、ホコリやハウスダスト、油汚れ、タバコのヤニなどがこびりついて溜まっているんですよね。いやー、やっぱりこうすごいよね、真っ黒に、ああこれが水、洗った水ですか。水の中にいっぱいこう黒い浮遊物がね浮いてますね。汚れてるんですよ。汚れてるんだね。で、これらの汚れの蓄積によりまして、モーターですとかファンに負担をかけて冷房の効きが悪くなる上に、電気代も高くなってしまう可能性があるんですよ。確かにね、はい、電気代に影響出るかもしれない、ね、こんだけ全然違うんだろうな。で、様々なメーカーの機種に対応できるのもスタッフに技術があるからなんですよね。事前にエアコンのタイプをお伺いして、きちんと掃除できる技術を持ったスタッフを派遣します。で、このこだわりがベストホームサービスなんですよ。事前にちゃんと聞くんだ、はい、でしかも今回は防カビコーティング付きとなっています、うん、汚れを落とした後、カビのつきやすいファンとファン部分へ防カビコーティングを施します、うん、これ嫌な匂いが防げるんですよね、防カビやってくれるんだ、はい、で、作業時間は1台につきおよそ1時間半、うん、徹底的にきれいにしてくれるんです、うん、で私たちもね、エアコングリーニングサービスしてもらったんですよね、はい、ました。もう本当にすっごいきれいになって、匂いがしなくなった、本当
エアコンの効きもすごい良くなった、うん、良くなった。普段使ってないエアコンもやってもらったんですけど、うん、使ってないから大丈夫と思ったらとんでもなくて汚れがいっぱい出てきましたよ、うん、すごいありがたかった、はい、うん、さあ今回特に注目していただきたいのがそのお値段なんですよ、うん、今やエアコンは部屋ごとにある家庭も多いですよね、うん、でそこで今回は2台セットがお得となっております。はい、うん、防カビコーティング付きエアコンクリーニングサービスはメーカー直販サイト価格単品合計価格税込み2万100円のところ税込み1万3200円とお得なんですが、これ2台まとめてクリーニングなら税込み2万2000円、1台あたり1万1000円で安くなるじゃん、はい、やらせていただきます。これね、防カビコーティング付きでこのお値段となります。そして今回は頼めば頼むほどお得になります、うん、3代目以降はさらにお得になりますので、リビングはもちろん和室や寝室、子供部屋などまとめてクリーニングしてください、うん、代金は作業終了後に頂戴します。またお掃除機能付きエアコン、天井埋め込み型エアコンも別途受けたまわりますので、うん、詳しくはオペレーターまでお問い合わせください、はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。インターネットからも商品情報をご確認いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。 TBS ラジオショッピングでした。それではここで一曲お聴きください。バングルスでマニックマンデー。ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。明日のゲストは大仏写真家半田カメラさんです。メッセージテーマはバスと私。皆さんからのお便りお待ちしています。時刻は10時47分です。ここで三共消毒がお送りする TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカのバイデン大統領が5月31日にホワイトハウスで行った演説で、イスラエルがガザでの恒久的な停戦を含む新たな提案をまとめたことを明らかにし、ハマスに対して受け入れるように求めました。バイデン大統領によりますと、新たな案ではまず6週間の停戦期間を設け、その後ハマスが拘束する人質全員の解放やガザでの恒久的な停戦について話し合うとしております。新たなイスラエルの提案は30日にハマス側に示されたということで、アメリカ政府高官はハマスが数週間前に提案していた内容に近いと説明しています。バイデン大統領は
新しいステージを始めるべき時です。人質は家に帰り、イスラエルは安全になり、苦しみは収まります。戦争を終わらせる時が来たのですと述べるとともに、ハマスにはもう一度去年の10月7日のような大規模な攻撃を行う能力は残っていないとも指摘しています。これに対してハマスは31日、バイデン大統領が明らかにした提案を前向きに捉えているなどとする声明を発表しました。ハマスはこれまで要求を続けてきた恒久的な停戦やイスラエル軍のガザからの完全撤退について、イスラエルが取り組みを明確にするのであれば積極的かつ建設的に対応する用意があるなどと述べています。今回の提案を機に交渉が再開されるかが注目されます。それから岐阜県中津川市で大型トラック同士が正面衝突し、運転手2人が死亡しました。この事故は今日午前2時ごろ、岐阜県中津川市落合の国道19号線で起きました。正面衝突したのは多治見市の会社員米増誠二さん52歳の大型トラックと、群馬県高崎市の会社員萩原勝利さん53歳の大型トラックで、米増さんと萩原さんは間もなく死亡が確認されました。現場は中央分離帯のないカーブでした。警察が事故原因を調べています。それから京都市中京区で住宅がほぼ全焼し、70代の男性が死亡しました。火が出たのは今日午前2時前、京都市中京区西野京月の輪町の3階建ての住宅からで、いずれもこの家の住人とみられる男女4人が火傷を負うなどして救急搬送され、このうち70代の男性の死亡が確認されました。警察が火事の原因を調べております。それから旧ビッグモーターの店の前の街路樹が枯れるなどしていた事件で、書類送検された13人のうち兼重宏一前副社長ら12人は不起訴処分となりました。残る1人については東京区検が略式起訴したということです。もう一つ、ゴルフの全米女子オープン選手権第2ラウンド、笹生優花は3位に後退しました。笹生は単独首位からスタートしたんですが、71で通算1アンダーの139、トップと3打差の3位に後退しました。小祝さくら、渋野日向子、岩井千怜が通算1オーバーの5位で並んでおります。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。家の周りで羽アリを見つけた。それはシロアリの危険信号。そこで TBS ラジオショッピングと三共消毒の共同企画、調査見積もり無料シロアリ駆除サービス、0120-234-954まで。三共消毒がお送りした TBS ニュースでした。グッド群馬の新鮮野菜、太陽の光をたっぷり浴びて旨味も増えた群馬の梅、白加賀で梅料理。そうめんつゆは梅肉を混ぜてさっぱりと、冷しゃぶは梅のタレで、カリカリ梅は刻んでサラダによく混ぜて、彩りも綺麗、美味しいですよ。群馬生梅 PR 委員会。時刻は10時51分です。ここでエビせんべいの里御殿場店がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の宇須弘子さん、お願いします。はい、中央道の下り線日野バス停で25キロ、首都高4号の下りの幡ヶ谷から混んでいます。1時間10分、八王子ジャンクションで交わる圏央道の内回り9キロ25分です。東名高速の下りは大和トンネルで11キロ45分、東北道の下り浦和手前、事故一報まだ右側車線で処理中で4キロ15分、外環自動車道の内回り三郷ジャンクション5キロ20分です。首都高速4号の上り日新宿ジャンクション、前にあった事故の調べ始まって流れが悪くなってきました。埼玉県内国道463富士見市の水谷東1丁目付近は事故処理中、外回り2キロ半前後、内回り2キロ、警視庁から以上です。薄井博子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時32分頃お伝えします。えびせんべいの里は御殿場インターから車で1分、
1階は試食ができる販売コーナーと女性に嬉しいパウダーコーナー、無料のドリンクコーナーもあります。2階では富士山を眺めながらゆったり休憩、土日はおせんべい作り体験も。えびせんべいの里御殿場店にぜひお越しください。時刻は10時53分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、日差し元気ですけど騙されちゃいけないんですよね。そうなんですよ、ね、ちょっとこの土日は忙しいお天気、忙しいな、コロコロ変わりそうです。今晴れてますけれど、これでぐんと気温が上がって、北部中心に雷雨で、夜中も降ってそうなんですよ。割と夕立ってイメージあると思うんですけれど、はい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 、今回強い寒気がどんどん入ってくるので、で都心も夜中暗い時間帯に雨降り出してくるかなという感じです、はい、それが一旦明日の朝止んで、うん、でまあちょっと闇間あるんですけれど、午後はもっとしっかり雷雨って感じになりそうです、でそうなんですよね、うん、で今日は気温上がるんですけれど、明日はもっと強い寒気が来るので、日中も気温あんまり上がらなくて、うん、もしかしたら東京も昼間20度ぐらいかなっていう感じになりそうです、うん、なので気温の変化も大きいし、天気もコロコロ変わるので、ちょっと忙しい。半袖とかでいいやと思っちゃう人とかいそうですけどね。明日寒いですね、やっぱりちょっと。今日は良くても明日は1枚羽織るものあった方がいいかもしれません、うんうん、はい、ありがとうございます。気象予報士の池田沙耶香さんでした。ありがとうございました。なあ、なんじゃこだい。エビでタイを釣るって言うけど、タイなら何が釣れると思う？なんじゃ。地球丸ごと。大げさな。広告の大げさ、ダメダメ。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は、日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 03-3541-2811 または JALO で検索。楽しく感動できるスーパー、ロピア。あいうえあいラブ、ラブラブラリルレ。愛されるスーパーロピア。時刻は10時55分です。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。今日のメールテーマは下積み時代の話、はい、はい、たくさんありがとうございます、うん、ラジオネーム片に小錦さん、前の会社に勤務していた頃、蔦屋さんにレンタルビデオの営業をする仕事になりました、うん、仕入れをしてもらっている蔦屋さんが開店すると応援に行って、スタッフさんとレンタルビデオの陳列を手伝います、うん、90年代後半は毎週のように蔦屋さんが開店していました。あ、新店舗開店ね、ご存知かもしれませんが、蔦屋さんの棚は洋画アクションとかサスペンスとか、ね、全部の作品にジャンルの番号とジャンル名のバーコードが貼ってあります、その通りに棚に並べればいいのですが、レンタルビデオの店でバイトするようなスタッフは映画に一家言ある人が多く、この映画アクションじゃないですよ、この作品をサスペンスにするとかジャンル分けの人は分かってないとか、応援の私にめっちゃ食ってかかられました、ごちゃごちゃ言わずに早く並べろよと思いながら、熱いスタッフさんとレンタルビデオ店の開店準備をしていました。懐かしい下積み時代です。あのジャンルはね難しいよね、うん、いつも思うけど、ああいう、そっか、うん、やっぱあるんだね、アクション、あ、そっか、これアクションは難しいか、コメディアクションサスペンス、うん、うん、別にサスペンスの中にもアクションもあるだろうし、そうだね、どっちにするのか、24はじゃあどっちなんだとかね、あれもアクション多いけど、アクションサスペンス、サスペンス、まあ、でもサスペンスか、あ、うん、そっか、サスペンスなのかな、謎解きなのかな確かにね、それはでも難しいね、そういう意味では。片に小錦さんって、はい、あのこれヒルマンってロッテからあの巨人に来て、あ、ほとんど投げなくて片に小錦が乗ってるって言って、あ、なるほどね、話題になったんだけど、俺それの記憶はすごくあったんだけど、うん、元木さんは、うん、その前に、うん、肩にジャックナイフ刺さってるって言ったんだって、それすっごい面白くてまず肩にジャックナイフが刺さってめちゃくちゃ痛いじゃん、うん、それでみんなすっごい心配さって、それはもう絶対投げれないよって言ってたら、今度肩に小錦って言ってから、こいつなんか変なやつだなって思ったんだ。あ、なるほどね、うん、あ、確かにね、肩にジャックナイフってどういうことなんだろう、ここに手術したんですかねみたいになってたらしい。そうだね、それは痛い、それは痛いだろう、またこうなんかこうあの役
通訳もあるから難しいんだよね、なんかね、うん、痛みの表現が助っ人外国人の痛みの表現面白いね、うん。ラジオバーガーさん、新入社員の頃は先輩からの飲みの誘いにノーが言えない時代だった、うん、週に3日は朝まで飲んで、そのまま会社に泊まって、起きてそのままタイムカードを押していました。私はただで飲み食いができるから嬉しかったのですが、今後輩にこんなことは絶対にできません。本当だね、そういう時代で、まあ、なんか本当に無駄な時間のように感じるね、今聞くと ね、 時間のようにね、朝まで飲むって、これはだからやっぱり袖に芸人がいないっていうのもよく怒られるから、ただで見れるのになんでお前ら帰っちゃうんだと言う人いるじゃない。言ってたね、うん、なんでお前ただで見れるのに、まあ、何とかだぞと、うん、はい、のにって言って、うん、あれも時間の無駄だった、時間の無駄だったアルバイトの押してた方がいいよって今は効率化してる、無駄ではなかったよ俺見てたから、ね、ちゃんとやっぱりそれで勉強になりましたけど、ね、はい、さあ今日のテーマは下積み時代の話、チャキアットマーク TBS.CO.JP までお寄せください、はいはい、この後上重聡さん登場。土地活用なら24時間学研装可能な防音賃貸マンション、ミュージション、高い防音性を追求したミュージションであなたの土地を有効活用しませんか。入居待ち4500人以上、年間平均入居率 98%、 あなたもミュージション土地活用で検索。広告展開の企画できた？まとまってません。そんな時は相談、はい、お願いします。俺じゃなくて TBS ラジオにね。TBS ラジオの営業サイトでは SNS を活用したデジタル施策、過去の事例を掲載中。ラジオと SNS は相性がいいんだ。 TBS ラジオ営業で検索。龍角散の喉すっきりタブレット、雨より小粒でいつでも手軽に喉ケア。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。